メロン記念日 VS ココナッツ娘ボーリング対決。ココナッツリードで迎えた第3フレームはレンズ青からパワフル。オッケー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 。そしてレフは第2投外して、よしよし、キレイキレイ。ココナッツチームまたしてもスペア。ココナッツすごいな。対するメロンチームは斉藤、大胆にもストライクを狙うがガーター。気を取り直して第2投。いけ、真ん中の檻、いっぱい倒して、あ、地味、お、いっぱい。まだ前半戦、前半戦、大丈夫大丈夫、そんなもの。そして魔王とシスターはご覧の通り中途半端な投球で依然ココナッツがリード。前半戦最後ですよ。お、前半戦最後の5人目はうちの秘密兵器だ、あやか。噛んなよ、あやか。さてスポーツギャルの彩香、期待の第一投。裏入れ、裏。オッケー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 。いい感じいい感じいい感じ。はみごとか言うなお前。ほ、取れる取れる取れる。オッケーオッケー。大丈夫大丈夫大丈夫。どんどん前どんどん前。柴田行ってみよう。うまいらしいからね。よし、オッケー。じゃあストライク、もう誰も出してないストライクいってみよう。ボーリングには自信ありという柴田、第一投。ダメ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 。どうぞ。オッケー。さあ前半戦追いついたぞ。おい、これは素晴らしい。いや、頑張った頑張った、オッケー、頑張った頑張った。さて後半戦一番手はダニエル。ハワイアンパワー。ハワイアンパワー。AIOAK 空間。え、これどういう意味なの？ちょっと言えない。ちょっと言えない。エッチなこと？エッチなことかな。さあ気合が入ったところでダニエル第二投。左曲がれ左曲がれ。オッケーオッケーオッケー。オッケー、いいね。メロンチームはリーダー村田が登場。何かに乗り移られたようなフォームで逆転を狙うがあっさりガーター。さあ2投目は普通に投げてみよう。オッケー、くるんと曲がって曲がって曲がって戻ってきた。村田ミラクル。次回大どんでん返しのボーリング対決最終章。